何百年にもわたった採掘の影響で鉱山の毒がこの湖に流れ込んでくるだよね、トワさん。はい。昔は清らかな水をたたえていたそうですが、今では死の湖となっています。そのうち正気を発するほどの猛毒になりかねないのです。リムル様なら鉱山全体の毒を取り除き、湖の水を完全に浄化することができるのではないですか。ああ。本当ですか。この湖に溶け込んでいるのは鉱山の毒ではなく、完了しました。よし、